無凸性能上げてほしいはわかる。なんかね、爆発90重くね。いや、ライデン将軍は90を余裕でどうにかできる。もともと絶縁4セットで使うし、ライデン将軍は元素チャージ効率マシマシで使うし、爆発も回復、元素エネルギー回復効果があるから、ライデン将軍の90族は余裕なんだけど、八重巫子の90族って無理やん。いや、八重巫子でさ、元素チャージ効率に生物を寄せてる余裕なんてないんですよ。時計原茶にしたら、まあ、そりゃスキル爆発の火力落ちるし、まあ、絶縁にするモチベもかなり低い。まあ、絶縁4八重巫子はつなぎだったら全然いいと思うけど、まあ、絶縁4って、まあ、八重、まあ何ライデンとかモナとかシャンリンやんな。ほんで絶縁4にしたいかって言われると、まあ、そこまで爆発が強いとは思わない。爆発は強いけど、絶縁4にするほど爆発特化しちゃうわけでもないし、原茶特化しても美味しい効果は特にないから、なんか90族のとして重すぎるんだよな。だからね、なんか1突効果で爆発が66族になるんだけど、90族から無突でちょっともっと八重巫子楽しみたいっていう人は多いと思うから、デフォルトでさ、1突効果をデフォルトにして、まあ、要は元素爆発90じゃなくて70でもよかったんじゃないかなってずっと思ってる。無突で八重巫子使ってた時は思ったわ、こんなん重すぎでしょね。爆発70でいいと思うわ八重巫子。無突1突効果をデフォルトにしようって感じ。